はい、それではね、前回の続きです。まあ夜ね、ちょっとご飯の後こんな感じのね、ちょっとおしゃれなバーに来てみました。でこちらね、置いてあるのは全部山形のお酒っていうことでね、ちょっと地酒の日本酒なんかも種類もめちゃくちゃ多かったんで、それをねバンバン飲んでやっておりますね。まあ、ホテル内のバーなんでね、もう浴衣にスリッパでそのまま来てしまいました。はい、で飲み進めていって、こちら1杯4000円かな、めちゃくちゃ高いね、ウイスキーとかも頼んでしまいました。うん、香りがすごくいい。最初の口当たり柔らか、ちょっと甘いぐらい。そうなんです。全然そんなアルコールがきつい感じがない。ファーストがその優しさがなくて、結構もうストレートに感じられたんですけど、セカンドはすごい、すんごい柔らかい最初。おはようございます。起きました。眩しい。いや、景色がねめっちゃいいんですよ、ここ。朝もねこんな感じで、いいですね、景色が。いやー、とりあえずね、起きたんで、これからまあご飯を食べて、またちょっとね外に行ってみようかなと。でまあ適当にちょっとねうろうろして、また新幹線乗って東京の方に、ね、戻ろうかなというふうに思います。じゃあとりあえず朝ごはん。ということで朝食ですけれども、朝食はこんな感じのビュッフェ形式ですね。まあ和食、洋食、それから山形の名物なんかも置いてあって、ここねかなり種類が多いんですよ。まあこれ朝からね、本当ねどれ食べようかなってかなり迷うぐらいの種類がありました。はい、で取ってきたのはこんな感じですね。まあ、ご飯とそれから味噌汁じゃなくてね、あれ山形の芋煮だったりとかするんで、こういう感じの、ね、山形名物とかもいろいろ置いてあったんでね、かなり悩みながらでしたが、はい。で肝心の味の方ですけれども、もう味の方もね、本当に文句ないです。で使ってるお米もまあその前の日のね夕飯でも出てましたけれども、山形のつや姫っていう品種を使ってまして、非常に美味しいお米ですね。まあ、その他のおかずもね、いろんなものを選べるし、で、まあ、置いてあるものだけじゃなくてね、その場でこう調理して渡してもらうようなものとかもあるので、いろいろと楽しめます。でボリュームもかなりあるんで、若い子とかでもねこれはおすすめできるような朝食でした。ご飯食べてきました。あー、ちょっと食いすぎたかな。まあちょっとね、部屋でゆっくりしてから外出たいと思います。はい、ということでね、ホテルの方を出発しました。なんかね、この日なんですけれども、たまたまねお祭りとぶつかったみたいで、こう道路のね両サイドに屋台なんかが立ってて、結構ね人がにぎわってたんですよ。でなんかちっちゃい子にね、あ、YouTuber だ YouTuber だって指さされて、まあ僕がねこうやって GoPro を持ちながらうろうろ歩いてたんで、まあそんなこと言われたんですけど、まあでも考えてみるとさ、まあちょっと前だったらさ、カメラ持ってうろうろねしてたら、なんかもう不審者扱いだったじゃないですか。でもう今はね、まあ YouTube やってる人もそうだし、まあ TikTok やってる人とか、まあそういう人たちが増えたおかげでね、まあ、街中で止まってカメラで自撮りしながら喋っててもね、ああなんか動画撮ってんだなぐらいで、ね、だいぶこう認知されてきてね、やりやすくなってきたななんてことをねちょっと感じながらお祭りを歩いておりました。でまあいろいろあるんだけど、お祭り買いたいものは、まあ、荷物になっちゃうんでね、まあ、ちょっと今回は我慢して、はい、お祭りを楽しんで、で地図を発見しましてね、なんかお城が近くにあるっぽいんですよ。なんでね、ちょっともうせっかくだから、じゃあお城行ってみようということで、歩いてねこちらのお城の方まで、行ってきました。でこれがね上の山城というお城なんですね。はい、でまあ結構ね距離があって、どうにかこうにかお城着いたんですけど、着いた時にね僕ね気がついたんですよ。あ、俺ってそういえばお城なんて全く興味ねえやっていうことに気がつきましてね、
まあ好きな人ってまあすごい好きなんでしょうけど、なんかお城ってどれ見ても一緒じゃないのみたいなちょっと感じがありましてね。まあなんで特に中に入ることもなくそのままスルーして、このねお城から降りてきてるっていう感じです。でまあ地図とかにね他にもなんか歴史的な建造物みたいなのがあったんでちょっと見に行こうかなということでこちらに来てみました。ハルサメアンっていうところですね。でこちらはですねタクワン和尚っていう和尚さんが過ごしたお家ということでね、タクワン和尚、そのタクワン漬けとかを作ったタクワン和尚ですね、はい、その方が過ごされたお家ということでね、まあ僕ねそんななんかお城とかも興味ないような人なんで、まあこの古臭いボロいはあれだな、歴史を感じさせるね、お家だったんですけれども、なんかすごいなっていう、はい。まあ、奥の方あれ茶室とかもねあったみたいなんですけど、茶室ってほら入り口めちゃくちゃちっちゃいでしょ。だから俺みたいなでかいのが入るのもなと思ってね、まあちょっと歩いて疲れたし休憩しようっていう感じでもうここはね座ってるだけでした。はい、まあでもなかなかのどかないい感じのとこでしたよ。でまた移動ですね。でここはね、まあ、山形の地元の方からもせっかく来たんだったらここには行っといた方がいいですよということで、来たところですね。まあこのね階段がねなかなか長いんでね行くのやめようかなとか思ったんですけれども、まあまあでもせっかく来たということで、頑張ってね階段の方を上がって、境内の方に入ってきました。こちらが熊野大社ということでね、まあ熊野大社、皆さんもね名前聞いたことあるんじゃないかなと思いますけれどもね、非常に、有名なところですね。まあ、観光客というかその参拝に来られてる方がね随分と多かったです。はい、この日もね、なんかこんな風鈴とかがえらいことになってますけれども、でこの本殿っていうんですか、この社がねやっぱすごい立派なんですよ。まあなんかすごいからもうこれはせっかくだからと思ってね、俺もねお賽銭をね投げ入れましてね、もうどうにか年内にチャンネル登録100万人だけ、もうねもうそれ以上は望まないんで100万人だけお願いしますというのでね強く願ってきましたね。はい、でなんかインスタ映えスポットみたいなのあったんですけど、おっさんねえこれちょっとやっぱ違うよね。はい、でなんかその熊野大社の横にねバラ園あったんで来てみたんですよ。なんか入場料300円ぐらい払うんですけど、まあなんかインスタ映えスポット的な感じですよね。まあ中ねどこ見てもバラです。まあバラ園なんでね当たり前なんですけれども、でほらバラウィズおっさんということでね、なんだこの絵ともうねなんか俺何してんだろうと思ってもう帰ろうかなって感じになったんで、はい、もう新幹線乗って帰ってきました。まあでもね今回の旅いろいろとね楽しかったんで、皆さんもねふと気が向いた時にね旅に出るっていうのはいいんじゃないかと思いますよ。はい、ということでもしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。